クリスチャンロックとは、ロック音楽の形態の一つ。CCM の一形態。クリスチャンロックは、主に、キリスト教徒で構成されるバンドやソロ歌手が、ジーザスやキリスト教に関して歌っている、ロック音楽を指す。が、歌詞やビジュアルに、イエスキリストやキリスト教を称えたフレーズやイメージを、含んだバンドもあれば、 単に内面でキリスト教を信仰しているだけで音楽の歌詞にはあまり持ち込まないグループもある。後者はクリスチャンロックと呼ばれることに抵抗感を示す場合もある。共通した特徴は歌詞カードのスペシャルサンクス欄の最初にゴッドを書き込んでいる点にある。なお、クリスチャンではない音楽家がゴッドに対するシャイを表示していることもある。ロック音楽はセックス。 ドラッグ、悪魔主義などを好むケースもあり、クリスチャンロックはこれらに反対を示すこともある。さらに、中絶や芸などの同性愛に反対を表明することもある。ジャンルは様々で、ヘビーメ,メタル、パンクロック、ハードコアなど多岐にわたる。ロックンロールの由来は諸説あるが、ジャズと同様黒人のスラングで性的なニュアンスを持った言葉であるとの説がある。 ビートルズのジョン・レノンは60年代にビートルズはキリストよりも人気があると発言した。そのためビートルズはキリスト教保守派から激しく批判された。またローリング・ストーンズはサタンの見解で悪魔を憐れむ歌を歌った。また1960年代はベトナム戦争反対や公民権運動、性革命、パリ5月革命など反体制的な動きが目立った。 福音派と精霊派には、クリスチャンロックに対する反対論が強くある。マリア福音姉妹会、デイビッド・ウィルカーソン、ジェームス・ドブソンらは、悪魔崇拝や性的逸脱と結びついたロックを、福音化することはできず、クリスチャンはそれを用いるべきではないとしている。マリア福音姉妹会の祈りの本には、ロックに惑わされている、若者のための祈りがあり、 悪魔的なロックから若者たちが助け出されるよう祈っていると表明している。ありがとうございます。